お元気ですか、谷村新司です。樹木が色づいて、そしてだんだんとこう落ち葉の季節になっていく。夏がどんどん遠くなっていく。頬に感じる風も心地よくなる、そんな秋ですね。暖かい飲み物が嬉しいお散歩の途中です。さあ、今日もあなたと一緒にゆっくりとラジテレ始めてまいりましょう。さて、今回のテーマはそんな秋を楽しむ。秋を楽しむ。もう気温が心地よくなってくるとやっぱりお腹が空いてきますよね。そう。やっぱ食欲の秋ですかね。この季節になると食べたくなるものっていうのが、みんなあると思うんですけども、あなたは何ですか？アリス3人でヤングタウンをやってる時に、食べ物の話した時に、この1週間、どんなもの食べたみたいな話したら、堀内、米安は1週間毎日鍋だって言ってました。夏場でもずっと鍋食べてるって言いました。でも、本当に鍋がこう、心地よくなってくるのは、このあたりから寒くなっていく。そこが、鍋の季節っていう気がしますね。今や、谷村家の定番になったちゃんこ鍋。これは、実は、堀内家の奥様に、教わった、メニューなんです。今でももう大事に、寒くなってくると食べるという。鶏だしで、生姜をいっぱい入れて、そして、季節の野菜いろいろ、キノコいろいろ、それに春雨や春菊、そして薄揚げをちゃんと入れるっていうのがポイントですね。これはもうやっぱり関西風と言いますか。そこになんとシューマイを入れるんです。冷凍のシューマイ。そしてまあ冷凍餃子を入れるっていうのもありです。だから鶏があって生姜の風味のある醤油味。これも締めはうどんを入れてっていうんで、もうそうね、3日間ぐらい楽しめますよね。それで、もう一日はその、結構煮詰まってきたところにご飯を入れて、卵でさっと閉じて、雑炊にしていく。もう、ちゃんこっていうのは、相撲部屋ではちゃんこ、食事のことをちゃんこっていうらしいんですけど、何でも入っているっていう意味らしいですね、どうも。だから、日々、その味を変える。で、味噌味にしたり、塩味にしたり、醤油味にしたりっていう。こういうのが、毎日続いても野菜をいっぱい取れる。そこに、まあ、お肉、豚肉も入ってたり、もういろんな楽しみ方ができるっていうんで、もう知恵の宝庫っていうのが、実はちゃんこ鍋なんじゃないかと思います。あなたも我が家、特有のなんかちゃんこ鍋にトライしてみたらどうかな。そして、これ意外と美味しかったですよっていうのを、このラジテレに教えてくれると嬉しいなと思いますね。